舞台上の国衣三人の黒子が描かれている歌川国吉の役者異国衣は歌舞伎や人形上流で観客からは見えないという約束時のもとに舞台上に現れ貢献として役者や人形遣いを助けたり小道具を役者に渡したり舞台から下げたりする係。また彼らが着用する黒ずくめの特殊な衣装のこと黒ともう子とも言うが国士は当て字は 生読みで、どちらも正しくはないものが、寛用化して一般に定着してしまったものである。歌舞伎における黒語には、次の2種類がある。刻意は見えないことが、約束時になっているが、場面によっては、黒の色がかえって目立ってしまう場合がある。そのため、色違いの装束があり、海や水辺の場面には、青装束の波衣、も、雪の場面には、白装束の雪衣もとなる。黒意。 国史にはまた、本来の、見えないことになっているもの、そこにはいないことになっているものという側面から意味が、転じて、現代語では、表にはなお出さないもの、裏方に徹するものといった意味で使われることがある。2020年度後期連続テレビ小説新たな、出演者語り決定。NHKPR 日本放送協会、2020年11月30日。 閲覧、ありがとうございます。